はい、ということでやっていきたいと思います。今日はインディアナ州のブルージャックスさんと、ジュフォン選手やっていきます。頑張ります。いやーちょっとね、頑張っていきますよ。なかなかね、ちょっとミスった時はもうどうしようもない。ミスってしまったのは取り返しがつかないんで、なんとかする。もうボロボロや。ボロボロや。今日はやばい。前例にないぐらいボロボロ。勇者は負けない。あうち。ボロボロ。もう無理やん。とんでもないミスしたけど、まあもうよく頑張った。そんなに大変な中よく頑張った。頑張ろう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。マジか。下だ。あー無理か。遠かった。まあ相手はね、ちょっと見る意識でいきましょう。ここからですね。ここからやっぱ相手を見る意識がないと、多分ね、どんなにね、上手い人でもね、勝てないと思うんでね。それをやっぱり体現していきたいですね。偉そうなこと言ってますけど。まずい。耐えろ。耐えた。あ、ミスった。これはミス。2連鎖。渾身の2連鎖。耐えろ。耐えた。あとはもうこの赤消すだけ。僕にできることは全てした。7連鎖ぐらいかな。8連鎖かな。よし。相手を見ていきましょう。相手を見ていく。マジで、ちょマジで全消しパターンやったんか。ちょっとまた勉強ですね、これは。もう無理やん。もう無理やん。全消しパターンか。全然見抜けなかったっすね。また見直します。僕のいいところはね、多分これ見直すっていうことをするってところしかないんですよ、ほんまに。そこだけはね、多分あんまりする人いないと思うんで。おるかもしれんけど。やばい。あー、ミスった。あー、赤で置くつもりが。これ掘れんぞ。いやでも分からんか。あ、でも黄色きてるやん。もう赤ハッカーの攻めてしたい。9もないわ。しかもあの赤消えちゃうしね。よく頑張って、よく掘れましたね。ここからよう掘って、まあハッカーまで行ったっすね。ただ向こうの罪をね、見る限りそんなに完璧っていうと完璧ではない気がしたんで、まだね、可能性あると思います。うえい。あー、しまった。あー、もう、あ
あー、見せた見せた。もうどうしよう、もうどうしようもないからちょっと考えます。全然違う策を。あー、逆向きやった。あっち向きでもまあもう1連鎖増えただけですけどよく頑張った。やっぱ序盤に失敗してからね、挽回が全然効かないんでね。よいしょ、よいしょ。まるで人生みたいなもんですね、本当に。序盤に失敗するとなかなか効かないっていう悲しい現実。どうすんのこれ。3 4 5 6 7 8 9 9 6 1 撃。あー、こんかったか。まあでも明日はね、伸ばすしかなかったですね。伸ばし方はちょっと研究すなあかんかったですけど、やっぱ伸ばすしかなかったのを伸ばしたんで、よく頑張った。あっぱれ、あっぱれ自分。よいしょ。そう、褒めることが大事。褒め褒め教の教祖と呼んでください。あそこ振る。よし、耐えた。そこへ繋がった。行きましょうか。ちょうどもう8日来たんでね。全然向こうがね、よく見れてないんです。ここも全然繋がってないですからね。9っすよね、言うて。まあラッキー相手が組めてなかったっていうだけ。まあでも右寄りによく変えましたね。ちょいちょいね、自分のことを褒めながらやっぱり頑張っていかんと。ほんまにね、このゲームね、よいしょ、難しいですよ。よいしょ。何を当たり前のことを言っとんやと思われると思うんですけど、まあ、難しいですよ。本当に難しくて、特に何より消したいっていう。あー、そこ緑置きたかったの、無理やん。あそこに緑置きたいんですよ、一番上に。いやー、ちょっと相手の画面を見るですね。ちょっとつぶつぶ。あー、もうなんで、なんであんな置き方したの。ひどいひどい。いや、これひどいな。ちょっと申し訳ないぐらい。地味に6連鎖が取ったんですね。無理やった。マジか。あれってこんなに、そんなにまだわからない。てるんですよね、僕も置いちゃってるから何しても無理。勇者は負けない。ミスター、あとは任せろ。右折りっていうか、ああいう折り方はね、またできるようになりたいんですよね。練習するしかないっすね。あ、難しい。
よし、いい感じ。自分がいい感じの時ってアイテムいい感じなんですね、大体。行くしかないでしょ。あーでも絶対向こうの大きいなこれ。紫入ってないっすよ。入ってるわ。よし、攻撃だ。よっしゃー。まだ負けるわけには。大勝利。まあ相手をチラチラ見ながら行けたんが良かったかな。あー、ここで全消し戦かよ。ちょっともうしっかり3連鎖するやん。よいしょ。あ、間違えた。青緑がすぐ、これひどい。勇者は負けない。やめてー。耐えたけど無理。あとは任せろ。いやー、まあ、よう耐えたっすね。あそこでよう耐えたっすけど、よいしょ。ラスじゃないですか、もう。よいしょ。どうしよう、これ黄色が欲しいんですよ。これでいくしかないな。あーこれ、あーもうこれミスってる。可能性ある。結構ミスってましたね。結構ミスってたな、ケンさん。いや、僕がですよ、僕が組めてると思ったら全然組めてなかったっすわ。まあ、いつも通りの話じゃいつも通りかもしんないんですけど。あーミスってる、あーミスってる、あーミスってる。もうここ何色いたよね。一応つながった。あそこに赤をもう一個置かなあかんすけどね。ちょっといけるかな。こうせなあかんすよ、きっと。これ黄色で消したらあかんすよ。おい、来てくれ。耐えた。もうそこ振る。まあ耐えたんですけどね。負けました。保存。いやー、ありがとうございました。勝てんかったけど、まあなんでしょうね。やっぱ相手の画面をね、ちょっと見れてないのがやっぱ問題なんでね。ちょっとそこをね、対策もっとしていかなダメですね。ギリアス、よいしょ、ありがとうございました。よし、間に合わなかった。はい、ということでね、今日も、インディアナ州のブルージャックスさんと対戦してきました。ちょっとね、やっぱりまだまだ課題が多いんですけどね、また勝負を挑んでいきたいなと思います。ということで、イギリスのぷよぷよのコミュニティ、ぷよ GB で、ぷよ GB で、マッチングしたブルージャックスさんとの試合、ジュースポン選手の結果は4対10でブルージャックスさんの勝ちでした。本当にね、イギリスのコミュニティですけど、こうやって夜中、本当ね、対戦しませんかってね、声かけたら、対戦してくれる優しいね、方がいらっしゃるんで、本当に日本人でもおすすめのコミュニティなんで、よかったら皆さんも、参加されてはどうでしょうか。ぷよぷよ好きな人や、ぷよぷよ好きじゃなくても、ぷよぷよ、アニメ、ゲームが好きな人だったらね、きっと話題があっていいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。Thank you for watching. Bye bye.